第十六章、一節から四節これらのことを話したのは、あなた方をつまずかせないためである。人々はあなた方を街道から追放するだろう。しかも、あなた方を殺す者が皆、自分は神に奉仕していると考える時が来る。彼らがこういうことをするのは、父をも私をも知らないからである。 しかし、これらのことを話したのは、その時が来た時に、私が語ったということを、あなた方に思い出させるためである。四節から十五節。はじめからこれらのことを言わなかったのは、私があなた方と一緒にいたからである。今私は、私をお使わしになった方のもとに行こうとしているが、あなた方は誰も、 どこへ行くのかと尋ねない。むしろ、私がこれらのことを話したので、あなた方の心は悲しみで満たされている。しかし、実を言うと、私が去って行くのは、あなた方のためになる。私が去って行かなければ、弁護者は、あなた方のところに来ないからである。私が行けば、弁護者を、 あなた方のところに送る。その方が来れば、罪について、義について、また裁きについて、世の誤りを明らかにする。罪についてとは、彼らが私を信じないこと。義についてとは、私が父のもとに行き、あなた方がもはや私を見なくなること。また、裁きについてとは、この世の支配者が、 断罪されることである。言っておきたいことはまだたくさんあるが、今あなた方には理解できない。しかし、その方、すなわち、真理の霊が来ると、あなた方を導いて、真理をことごとく悟らせる。その方は、自分から語るのではなく、聞いたことを語り、また、これから起こることをあなた方に告げるからである。 その方は私に栄光を与える私のものを受けてあなた方に告げるからである。父が持っておられるものは全て私のものである。だから私はその方が私のものを受けてあなた方に告げると言ったのである。16節から24節しばらくすると、 あなた方はもう私を見なくなるが、またしばらくすると私を見るようになる。そこで弟子たちのある者は互いに言った。しばらくするとあなた方は私を見なくなるが、またしばらくすると私を見るようになるとか、父のもとに行くとか言っておられるのは何のことだろう。また言った。しばらくすると とと言っておられるののは何のことだろう何を話しておられるのかわからない。イエスは彼らが尋ねたがっているのを知って言われた。しばらくするとあなた方は私を見なくなるが、またしばらくすると私を見るようになると私が言ったことについて論じ合っているのか。はっきり言っておく。 あなた方は泣いて悲嘆に暮れるが、世は喜ぶ。あなた方は悲しむが、その悲しみは喜びに変わる。女は子供を産むとき苦しむものだ。自分の時が来たからである。しかし、子供が生まれると、一人の人間が世に生まれ出た喜びのためにもはやその苦痛を思い出さない。ところで、 今はあなた方も悲しんでいる。しかし、私は再びあなた方と会い、あなた方は心から喜ぶことになる。その喜びをあなた方から奪い去る者はいない。その日には、あなた方はもはや私に何も尋ねない。はっきり言っておく。あなた方が私の名によって何かを父に願うならば、 父はお与えになる。今までは、あなた方は私の名によっては何も願わなかった。願いなさい。そうすれば与えられ、あなた方は喜びで満たされる。二十五節から三十三節。私はこれらのことを、例えを用いて話してきた。もはや例えによらず、 はっきり父について知らせる時が来る。その日には、あなた方は私の名によって願うことになる。私があなた方のために父に願ってあげるとは言わない。父ご自身があなた方を愛しておられるのである。あなた方が私を愛し、私が神のもとから出てきたことを信じたからである。 私は父のもとから出て世に来たが、今世を去って父のもとに行く。弟子たちは言った。今ははっきりとお話になり、少しも例えを用いられません。あなたが何でもご存知で、誰もお尋ねする必要のないことが今わかりました。これによって、あなたが神のもとから来られたと私たちは信じます。 イエスはお答えになった。今ようやく信じるようになったのか。だがあなた方が散らされて自分の家に帰ってしまい、私を一人きりにする時が来る。いや、すでに来ている。しかし私は一人ではない。父が共にいてくださるからだ。これらのことを話したのは、 あなた方が私によって平和を得るためである。あなた方には世で苦難がある。しかし勇気を出しなさい。私はすでに世に勝っている。